木場城は、現在の新潟県新潟市西区木場にあった、日本の城。集落としての木場は永六四年に、新州からの入植者により開墾されたと伝わる。植杉家家臣であった三条城主の山吉豊、守るの死去に伴い、弟の山吉景長が、山吉家の家督を継いだが、植杉家の規約などの問題により三条から木場に、地替えとなり、 天正8年に築城開始、翌年に完成したとされる。完成年に勃発した柴田獣家の乱において、柴田川が物流の拠点として確保した信濃川河口地域を守る新潟城、ぬったり城と対峙する最前線基地として機能。柴田川の城は川口地帯の湿地帯及び砂地だったために攻略は難しかったが、 騎馬場城も付近に中の口側や多くの沼が天然の防御体となっていたために柴田勢も攻略に苦慮した。最終的には柴田勢を打ち、信濃川河口の利権を継承勢が確保したことが柴田氏滅亡への足がかりとなった。その後も上杉市進化の山吉市の居城として信濃川河口の新潟や沼水の監視、 管理を行う万丈の役割を果たすも、上杉家の合図移行により、廃場となった。その後、堀氏が越後に入法し、新潟港の本格改修した、際には城石に館を置いた。現在は、遺構はなくなっており、木場八幡宮が祀られている。木場八幡宮を含む、跡地全体を、宮の森、木場城公園として整備し、城を模した木製の遊具などが置かれ、 子どもたちの人気スポットの一つとなっている。ありがとうございます。